ワクワク発表します。斉藤夏美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週日曜日、餃子の製造に入ります。久しぶりに餃子を作るんですが、日曜日またこんにゃくを使った餃子を試作する予定です。こんにゃくを使った試作でダイエットしてる人にはすごく効果があるということで、その食べれば食べるほどカロリーを消費してくれる餃子が作れると思うとワクワクします。以上、せーの、イエーイ。失礼します。